1、えー、一つ質問があります。私が暮らしているドイツでは1度目のワクチンがアストラゼネカだった場合、2回目を別のワクチンにする混合接種を進められていました。しかし先日、私は、えー、アストラゼネカを接種していただいたときに、次もアストラゼネカだと言われたので、それは大丈夫なのかと聞いたところ、イタリアに旅行した場合は現在混合接種では接種者として認められない。ゆくゆくアメリカもそうなると言われ、それが真実ならアメリカルールを備えがちな日本もそうなると思いますか、えー、ご存知でしたら、広木さんの意見を聞かせてください。 えっと、イギリスが今混合の方がいいよねって言い出したりしてて、多分あの、アストラゼネカの後にファイザーとか、ファイザーの後にアストラゼネカっていうので、分けた方が抗体値高いっていうのを割と言われてるので、多分そっちが主流になるんじゃないかなと思います。ただし、あの、要はあの、今のその、まあ、 あのフランスだとそのあのあパスサニテールって言うんですけど、そのイタリアとかの場合でも多分そのあのあワクチンパスポートっていうのが EU が出してるんですけど、あれの仕様で同じワクチンじゃない場合にそういうあの QR コードが出せないっていう問題だけなので、いずれは多分2回打ってるな何でもいいんじゃないってなると思うんですよね。で、あのフランスが9月から、9月かなからあのワクチン3回目打てるようになるんですよね。 要はあの2回より3回打った方がいいよねとかそのファイザーだけじゃなくてファイザーとはそれぞれか混ぜた方がいいよねみたいな感じで割といろいろ打った方がいいよねっていう構造になりつつあるので今言ってることが要は今だったら2回がいいよねであのファイザーファイザーそれトラゼそれアス,アスの方がいいよねになってるんですけどそこら辺も多分もう23ヶ月すると変わってくると思うんですよね。であの日本人の人でその4回打った人がいるんですよね。 なんかおじいちゃんかなんかで、あのなんか知り合いの接種券を使ってその、いっぱい打った方が安全なんじゃないかと思ったって言って受けたんですけど、あであのニュース的には頭のおかしい人扱いだったんですけど、た分あの人正しかったっていうのが、今後出ると思うんですよね。あとあの、えー、と、老人ホームかなんかで3回打った人いるんですよね。そうなんか自分で受け答えができない老人で、なんか間違ってあのにあの2回目の時に2回打っちゃったみたいな。 複数打ってる人結構いるみたいなんで、なので、分まあ3回打つの当たり前っていうのが時間の問題でなって、であのまああのファイザーだけでそれの大変で、モデルナもあった方がいいよねとか、まあ、あの日本でもそのモデルナとファイザーが、まあ、あの割と使い分けがあのうまくいってなくて、なんかあのファイザー足りなくなっちゃったみたいになったりするんですけど、なので、モデルナでこうあの大規模接種をしながら、ファイザーは2回目みたいな、そんな感じで今後が当たり前になっていくんじゃないかなと思いますけど。